バイオシャエゴシュうわうわすごいレアキャラ登場ここでも敵戦が爆発これエキシビジョンが超楽しみです僕これエキシビジョン酒井さすり来てまたやっちゃいましたこれさあ大会実況に戻りましょうワンピース修理車そして続きサイドミドリーさあ修理ミドリー酒井の一歩を晴らすかのことでカラメルくん、さあ、レッドがしっかり詰まっている、トマト B でして、生まれのタッチ、何をやったんでしょう。さあ、サイドミドリー、粘れるかと思いきや、結構見れますね、最後、イエス・キエンザン。胸に来られなかったら、相方の正月のためにも、ここは勝って、報告してあげてください。俺、勝ったよと。さあ、危ないビクトリーは打高が高いので上り中段系の連携がねいろいろ入ってしまいますさあ足落ち着いているゼラシュにも追い届けないダメ足しっかりガードそして確定反撃の中大チェーンとサイドおっとちょっとこれ距離が遠かったですかねさあ目押しバッチリシューさすがですさあレバルのパンチで落として着地これルート入ったが追い打ちつかしこれは読んでいたのか2回連続でレバー引き大パンチ強いですねタイプさあ、体力差約1本つきましたが、さあ、追い打ち、これは入りませんでした。投げて、おっと、もうくぐり投げ、早い、この辺の判断、そうです。さあ、立っているところで、下段からチェーン、追い詰められてきたかね。ここで今スローだったかさあと上首さらし入って守備者が2連勝